すごいっすよ。いただきます。うん、まあほのかに甘くて美味しいですね。決まってらっしゃるんですか。今回開発する商品のテーマを、はい、映えるアイスにしてアイデアを提案しました。あら緊張してます。本当ですか。あんまり緊張感出てなかったですね。しっかり読まれてって言っちゃっていいのかな。手元のカンペはガン見してました。あ、しっかり準備されてますね。でもまあ書くのが一番安全ですからね、やっぱり。なんか心がけるポイントあります？そういう自分なりにリラックスできるとか。自分はあのメガネ本とかけてるんですよ。あ、そうなんですか。今あの目めっちゃ悪くて見えないんで、あの緊張しないって逆に情報を入れない目から、はい、あえて、はい、あ、そうなんですか。いつも見てない。お、本当ですか。よりの銀河チャンネルも見る。あれはどちらかというと20代30代がメインのチャンネルですけど、見ててもあんま面白くないんじゃないかっていう心配はあるんですけど。面白いコラボとか面白いです。あ、本当ですか。嬉しい、やっててよかったね。まさかでしたね。じゃあ自信を持って今後やります。楽しみにしてます。やってみましょうね。やってみてください。どうかな。結構だからこれを薄くしてまず蓋をする。そんな感じです。はい、はい、上げなきゃいけない。あとはもうあと花びらを何枚重ねるかだけなんですけど、見てください。よかったら、はい、どうですか見てて。いや、なんかいけそうな気がする。ちょっとやってみます。あ、全然いけそうです。え、すごいですね。え、こう合ってます、ね、はい、はい、はい、合ってます。あ、すごい上手。本当ですか。いろいろ器用なんですね。すごい。え、これやっぱ上手な方ですか。え、てかこんなすぐできた人いないですよ。すごい。え、いや、すごい上手です。チンチンアイスの天才現る。すごい。あれ、なんか上手くないですか。いや、すごい上手です。ねえ。え、すごいんですけど。自分も怖いんですけど。いや、私もちょっと初めて。いや、もうこれなら、いや、普段ですぐできないので、ちょっと練習してもらったがいいかな。 いや、もうなっちゃったですね。ちょっとバラっぽく見えますね。はい、すごい。来ましたね。嬉しい。いや、だって初めてですよね。初めてです。できちゃいましたね。自分でも驚いてます。そんなに簡単にできたらこれはこれでちょっと結構むずいんだけどなって私。あれって、なんか私たちの凄さがちょっと伝わらない感じがして。そうですよね。な感じなんですけど、なんか今日なんか全国的になんか意外とバラ簡単って思いますね。美味しかったっすね。めちゃくちゃ食べちゃいましたね。何個食べたんでしたっけ今日。2.5 です。3いったかな。まだいけそうですか。どうですか。いけますね。昼と夜と3個ずついけるんで1日9個いけますね。そんないけるんですか。そんないける。ということで、次回はですね、新潟県から中継します。絶対見てね。